言えば言うほどコニックスがお送りします。はい、いろんなことがあります。そんな中で、そういう空気の中で、はい、そんな流れの中で、フラワーズゴーンさん、安倍総理が自衛隊を我が軍と表現しました。創設以来、自衛隊という呼称には日本の平和への理念と、こう今あれがちょっとトナーが薄くなってるのがちょっと、まあいいです。はい、まあとにかくそう、最も政府は自衛隊の英語表現である、JSDF、ジャパンセルフ、ディフェンスフォースに対して外国からジャパンアーミーと呼ばれても、自民党政府は積極的に否定しなかったように思います。ですからずっと我が軍を作りたいと考えていたんだろうなと思います。敗戦後、多くの国民は日本の敗戦の歴史を鑑みて、帰り見て、自衛隊は専守防衛の組織であり、侵略はしない、 JSDF と呼称することで外国への平和メッセージを表現してきたと思っております。このブランドを自ら捨てたのは残念でなりませんということですね。それから大絶景バカ満点さんは、安倍首相自衛隊を我が軍、ということで、いうという見出しの記事を、朝日新聞が出しましたが、朝日新聞今日のは、デジタル、朝日新聞デジタルにでヤフーニュースにも出てるんですけど、はい、このニュースね、普通の新聞の紙面にちょっと、見落としてるのかな、見当たらない、床にもね私たちこう見つけられなかったんですけど、はい、なんかもうちょっと取り上げられてもいいのかなという気がする割にはちょっとこう普通の紙面にはあんま出てないんですよね。まあ、この人朝日新聞が出しました、うん、インチキ慰安婦で日本と日本国民を恥ずかしめた朝日が日本国民に対して謝罪もせず日本の名誉を回復もせず、このような揚げ足取り的な記事を掲載してまた反日活動を行っておりますということで、反日らしいですよね。またこれただ報道することが反日らしい、まあ、揚げ足、まあ、安倍さんにしてみればうっかり言っちゃったぐらいの話なのかもしれないですけど、うっかり言っちゃったっていうのは常日頃思てないとうっかり言わないので、こう自衛隊って明らかに軍でもなければ、しかも我がってついてますし、ちょっとこれはまずいんじゃないのかなっていう気がするんですけどね。と考えるのが反日という人もいるらしいですから。はい。小栗満月さんですけども、安倍さんはもう憲法なんかどうでもいいんでしょうかね。とにかくアメリカの戦争にどこまでくっついていくか、アメリカが攻撃されたら日本が攻撃されたとみなして自衛権を行使して戦闘に参加する。自衛隊員にもおそらく戦死者が出るでしょう。それでもいいんでしょうかね。毎回言いますが、この人結構右寄りの方なんです。けども、はい、その安保法制はどんな場合でも政府の判断で集団的自衛権が行使できる、こんな危うい法律はないでしょうと、自衛隊が守るべき日本です。今安倍さんが想定しているのは中東やアフリカでの対テロ戦争だと思います。自衛隊がそんな遠くにいたら日本周辺は手薄になります。そこにつけ込んでくる周辺国はないとは限らない。テロも多発するかもわかんない。この人のご意見はまさにそうやなと思いますね、うん、どっか行ったら日本守るという手薄になりますよね、はい、そこ攻め込まれたらどうするんやって、うん、ね、でましてや中東とかいろんなとこ行って活動したら何日本がということで今度は国内でテロが起こるというようなことになるかもしれないという、はい、それでもメディアはあまり報道しないし批判もしない、報道すると反日と言われたりしますけどね。はい。はい、まあ、このことについては非常に、この人は、やっぱり国を憂う人ですから、友、うん、国のリスナーと私は呼んでおりますけれども。そんな、呼んでるんですか？その人もなんかそういうちょっと危うさを、今の安倍さんの発言とか行動に危うさがある。木村平さん、大昔なら大問題になりそうですが、そんな感じはありません。僕自身もこの人の言動や人間性考えると、まあ、意外に思えなくなってきますという。これ慣れですよね。慣れはちょっと怖いですね。慣れ てその綾子さんのなんかの発言の時に、まあ、あの人やったらしょうがないかと、アパルトヘイト OK 発言みたいなね、はいはい、産経新聞載りましたけど、あの人はしょうがないかという考えは危険ですよということを指摘したコラムなんかもね、はい、ありましたけど、はい、うん、それと同じ感じかなという、安倍さんがいかにも言いそうってことでスルーしちゃちょっといかんかな、いかんかもわかりませんけどね、どうでしょう、うん、はい、というようなことを合わせてちょっとご紹介いたしました。サポート